漂火アウトプット漢文第2項。この時間は僕、朝倉司がお送りいたします。さあ、第2項のポイントはですね、いわゆる、帰り点の打ち方。これをね、しっかり確認していきたいと思います。はい、じゃあ入試問題解きましょう。はい、問いの1番です。学習院大学の問題です。で、傍線部は、以下のように書き下します。で、これに従って帰り点つけなさい。で、送り仮名はつけてはいけないというふうな指示が入ってます。で、この手のね、問題が出てきた場合は、もう横にですね、出てきた漢字の順番に番号を振ってもらって、で、その順番で読めるように、すぐ上に帰る場合は0点。2文字以上離れている場合は1、2点。1、2の塊を挟む場合は上、中、下点。さらにそれを挟まなければいけなかったときは、甲、乙、丙とね、っていう使い方をしてくださいということです。はい。ですので、順番に見ていくと、これが最初でね、1番、で、2番、で、国書ですから3番、4番、で、送るが5番、で、物が6番、そして最後、ありですから7番という形になってますので、この1、2、3、4、5に、うまく乗っかるような形で回答を出していけば良さそうです。はい。ですので、14で24で3で、4から5に上がるから、1点、2点で上がる。そして、下に一旦降りて、6から7に上がらなければいけないので、1、2の塊を挟んだ場合は、上下点の登場です。で、上、中、下点って言われるけど、原則は上下点でセットね。で、場合によって間にワンクッション入れなきゃいけなかった時に中を発生。だから中は特殊な形の時しか出てこないから、原則は1、2点と上下点。これで押さえてね。で、1、2に関してはさらに上がりたい時は1、2、3、4とね、番号数え上げていけばいいということをね、押さえてください。で、それでも、まずね、ここはポイントいいんですが、もう一個せっかくなので、ここは、ハイレベル的に、しっかりね、解釈もしておきたいんだけど、ここ、ありというね、動詞を使ってますよね。で、漢文では、あり、ないしは、なしという漢字が出てくると、原則、後ろに主語を置く。いわゆる、この部分が述語。後ろが主語になるといった、主述の順番が逆になってしまいます。要は、英語で言うとこの there be 構文と一緒だよね。there be s のように、主語、述語がひっくり返るって形ですから。今回の状態でいくと、まさにね、この後ろのものまでが全体で主語になっているっていう発想になってんだろうね。だから、帰り点最後に、7をね、持ってきたのはそういう理由なんでしょう。で、あとは、そのものの中には、細かいけれど、送るの部分が、述語ダッシュ。で、ここが、人にか。保護にの形とって、国書をですから目的語。もしくは、これダッシュにしとくね。もしくは、述語が出てきて、人に、物をですから、この講座。で、やっていたことを起こしてね、そんな人という形で修飾してるって見えてもいいので、そうですね。ちょっと具体的に言っておきましょうか。国公立大学を受験考えてる人、早稲田大学、上智大学で漢文必要な人はですね、ぜひ今日復習するときは、この書き下し文がなくても、この帰り点が触れるような、そういった復習をしてくださいね。ここに、ありがあるってことは述語。後ろが主語になるはずだ。で、その主語の部分に、述語ダッシュ、保護ダッシュ、目的語ダッシュが出てきてるから、帰り点はこうなるはずだ。ってことをね、しっかりトレーニングしてください。はい、じゃあ次の問題は。はい、問いの2番です。山梨大学の問題で、傍線部は、この以下のように書き下します。で、それに従って、今度は送り仮名も加えてねって話です。でもやることは一緒だよね。要は出てきた順番に、しっかり番号を振ってもらって、その順番通り読めるように帰り点を振っていく。で、並びにですね、今日は送り仮名がありますから、それを合わせていくって形です。そうすると、我が一番先頭ですか ?1 番。で、次、風刺読み打つそうなので、ここが2番、3番。で、道の間にのが来るけどね。そののが今回はこののだよね。で、道があっって持ってに上がるので、ここが6番。7番目は帰って、帰って。で、風刺をですから、8番、9番、概すで10番。そして、概するに、忍びずってなってますから、忍ぶが11、最後の図が、ね。いわゆる、この不可能の不の字が図という風に読むっていうのは、この講座。でね、否定の句法としてやっていましたので、これが12番。先に仮点全部振っちゃおうか。ね。はい。そうすると、1番、2番、3、4、5。5から6に上がりますから、道から持ってに対して1点、2点。で、7来て8、9です。で、9から10に上がるから、1、2点行きたいなって思うんだけど、これね、10から11に上がろうとするときに、これ、1、2の塊挟むことになっちゃうね。10番から11に上がるときに、1、2の塊挟むことになっちゃうから、1、2の塊を挟みたいときは上下点。で、さらに、やむを得ずワンクッション入っちゃったときは上中下。今回それ必要じゃない ?9 から10。10から11に上がるってことは、9番のとこに上。そして、10に上がるときに中が出て。そして、その10から11に上がるときに初めて下点が登場。今日は上、中、下、3つ必要ね。で、その上で11から12は1個上に上がればいいから0点が出てきたってことでいいんじゃない?いいかな?はい。で、あとは送り仮名全部入れていけばいいので、風刺のはこのままでいいか。で、道を持って、で、返して、で、概するに、風刺をか。風刺を概するに、で、忍び。はい。図が正解ですと。で、あとは、ちゃんと確認してね。問題ない?我、風刺の道を持って、帰って風刺を概するに忍びず。問題なさそうだよね。まあ、今日のポイントはここ。上、中、下。1、2の塊は上、中、下だよ。忘れないでね。受験生見てると、1、2点まではいけるんだけど、それを挟んだ時に上、中、下点っていうのを忘れがちなので、ぜひこのあたり気をつけるようにしてね。っていうのは、上中下の存在忘れると、なんかそこをさらにまた1、2点でやろうとしちゃうんだけど、そうすると、わかるかな?なんかがあって、2点、1点で、さらにここを1点、2点みたいな形で、こうやってね、1、2の塊を1、2で挟んじゃうとさ、あれ?こっちの1はこっちに上がんの?それともこっちに上がんの?って、わかんなくなっちゃうでしょ?だから、一旦ちゃんと作ったものを最後、剣山のようにやってもらうと、あれこれどっちに上がるかわかんなくなっちゃうよっていうのはすぐわかるはずなので、必ず忘れちゃいけないのは、1、2の塊を挟む場合は、ここは上下点に変えるんだべ。いいね。舐めてると絶対やらかしちゃうので、忘れないようにしてね。じゃあ今日はこの辺で。本日の授業はいかがだったでしょうか?テキストには復習用もついてます。復習用に関しては、必ず僕の授業を再現するように復習してくださいね。どのタイミングでどの知識を使ったのか、どう読み解いたのかを必ず僕を思い出すように必ず復習をしてください。